はい、皆さん、こんにちは。スタジオマリーさんです。今日はですね、レイズベッドっていうやつを作っていこうかなと思うんですけど、まあ、畑がね、畑というかね、まあ、土地があるんですけど、ね、それもね、人に貸した時にですね、なんか砂利をね、勝手にね、敷いちゃったんですよね、そこのね、貸した人がね。ほんで、なんかまあ、撤去もせずに、まあ、去っていったんですけど、でね、そこで畑しようかなと思ったら、まあまあ砂利がね、邪魔で。ほんでまあね、まあ仕方ないんで、まあ木枠をね、作ってその中に土入れたら、なんかね、畑っぽいのができるなと思って、で、なんかいろいろ調べてたらね、レイズベッドっていうのがあることを知ったのでね、作っていこうかなと思うんですけど、で、まあ、ホームセンターでちょっと木を買って、で、まあ、ホームセンターでね、切ってもらって、で、ちょっと帰ってきました。ほんで、表面汚かったんで、ちょっとカンナをね、かけてますけど、まあ、この木くずも、使いますので、綺麗に、ちょっと後でね、綺麗にというか、袋に入れて、後でちょっと持っていこうかなと思います。ね、怒られちゃいけないのでね、綺麗にね。してで、端っこもね、ちょっと汚かったんで、カンナをね、かけてます。で、2、3回通したらね、本当に綺麗になったんで、でホームセンターのね、材もね、ね、置いてあったらね、えらい汚いなと思うんですけどね、まあ、カンナね、2、3回かけたらね、ピッカリンってなるんで、まあ、安いね、材で十分だなと思いましたね。うん。で、あとはこれにガーデン用のペンキを塗って、で、あと木枠にこう組み立てる、ね、だけなんですけどね。うん、で、端っこしかかけてなくて、で、下はね、ぶち抜いていう感じで、ただね、置いてるだけです。はい。これが、置いた感じなんですけど、一番下に、昔ね、ガーデンシュレッダーをね、買ったんですけど、で、ガーデンシュレッダーを、で、剪定ゴミをね、粉砕したやつがあったんですけど、あれをまず下に置いて、で、その上に、木くずをね、置いて、で、その上に、ホームセンターでね、また、土をね、買ってきたんですけど、うん。で、それを入れて、もう完成です。で、結構ね、簡単で、いい感じにね、できたと思うんですけど、で、レイアウトしたのがこれです。はい。で、まあ、これ置いたんですけどね。まあ、畝はもう、こんだけのね、スペースなどで手で、ちゃちゃちゃっと寄せるだけで山をね、作ったって感じなんですけど、で、まあ、その上に、まあ、ちょっとね、苗を置いて、まあ、こんな感じで植えようかな、みたいな感じで、置いてますね。はい。で、まあ、何植えたかな。まあ、トマトとか、まあ、夏野菜ね、ホームセンターにあるやつ。うん。で、まあ、ちょっと植えてみようかなって言って、思って。植えました。はい。ほんで、植えたというかね、場所が決まったので、植え付けたのがこれです。はい。まあ、こんな感じですね。で、まあ、木枠ね、これ結構普通に買ったら結構なんか、見たサイトだと2、3万ぐらいしたんですけど、結構高いですね。うん。で、まあ、木だけ買って、まあ、ペンキもね、まあ、買ったんですけども、大体、1万円かかってないのかなっていうぐらいだと思います。はい。で、まあ、サイズなんですけど、まあ、4メートルのを、1メーターちょっとぐらいのところで切ってもらったんで、まあ、横が3メートルないぐらいかな。で、横というかね、長いところが。で、短いところが1メートルちょっとぐらいのサイズですね。はい。まあ、こんな感じですね。はい、じゃあ、まあ、時間があったらね、これをなんか、また、ちょこちょこ増やしていこうかなと思うんですけど、肉分けしてるのでね、育てやすいと思います。はい、じゃあ今日はね、レイズベッド作ってみたよっていう感じでした。はい、では、本日もご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と、いいねボタンを押していただければと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。